今、シンゴさんが、気になる女性というか好きな女性がいて、で、どうアタックするかを迷ってるっていうお話を。だいぶ話が美化されてますけど大丈夫ですか？え、でもそういうことじゃないですか？なんかめちゃめちゃなんか、はい。はい、伝えなきゃいけない部分を切り取って貼り付けたみたいな。いや。大丈夫ですか？全然。本当ですか？でもそれぐらいの気持ちでいいですよね。え、でも、だって彼女との肉体、まあ、アクエリオンなんですよね。アクエリオン。アクエリオンも、何回ぐらいアクエリオンなんですか？何回ぐらい、まあ、それなりにやってますけど。それなりに。あんまり回数言うと多分怒っちゃうんで。まあ。じゃあまあ、え、でも、電波がないかな。あ、電波ないですか？ちょっと弱いですね。見えてますか？あ、大丈夫です。来ました。弱い、うん、あ、そっか、浜だから電波があれなのかな、はい、ですね。どうですか、見えてますか皆さん、うん、どうでしょう、ちょっとポタポタかな。どこの回線使ってんすか？プララですね。プララ、あ、あれプララって NTT 系でしたっけ、はい、NTT のですよ、ね、はい、今多分安定してきましたね。大丈夫ですね。OK だよね、今。いい感じ。ありがとうございます。どれくらい迷ってるんですか、その子と。もう、その子の家に行こうって。要は告白しようじゃないですけど。そうですね。どれくらい？はい。まあでも。はい。どんくらいだろう？はい。3日とかじゃないですか。3日？え、全然、っていうかもう鉄は熱いうちに叩かないとダメっすよ。いや、煽りとかじゃなくて。すげえな。いや、煽りとかじゃなくて。すげえな。え、前の噂ってすげえな。え、だって、熱いうちに。そうっすよね、確かに。そうっすよ。だって女の子って気持ち変わんの本当に早いから。あれっすよ、あの好きな男できたらもう終わっちゃいますよ。すいません、ごめんなさい。あ、すげえな、ワードさんマジ頭いいな。いや、頭いいっていうか、なんかひろゆきさんに言われてましたよね、こいつ頭いいなみたいな感じで。あ、うん、まあはい。すげえ、はい、このなんか、はい、なんだろう、確かに説得力あるな、はい、でもなんか別に、なんて言うんだろう、そんなに、例えば、はい、なんか勝率2割ぐらいしかないと、遊んだこと1回ぐらいしかなくて好きだって言ってたら、さすがにキモって女の子言ってると思うんですよ、リスナーさんとかも、はい、いやそんな脈あるわけないじゃん、わらとか、はいはいはい、じゃなくてねえ話聞いてる限りだと完全に向こうも気があるしって思いません？どう思います？全然行った方がいいっすよね、多分早いうちに。あ、今日行くのか置いといて。どうします？なんか、あ、すごい。こっちとかにあるんですけど。ちょっとなんかこっちの方。そばとかもできれば食いたいんですけどね。はい。最新かこれ通報。ああ、通報。あるかどうかっていう。そうっすよね。ああ、看護、すごい。これなんて言うんですか、こういう。ここは、はい。すごい。長瀞。そうですね、もう駅前のところなんですけど。何通りっていうのは多分ないと思うんですけど。すごいっすね。ああ、いい、なんか、風情があって。ちょっと恋愛をゆっくり聞けるような場所行きたいよね。ちょっと、でも多分今の流れはアンチ湧かないと思うんですけど、あ、通報じゃなくて逆に慎吾さんの味方になるような気がする。そんな気しません？なんか今は集中してちょっとこの問題に取り組むためにさ、通報中とかも、いやそうじゃない、確かにそれもありますよね。そんな場合じゃない、和道を話せっていう感じだとは思うんだけど、どう？通報入っちゃうかな、やっぱり。なんか別に、なんか喫茶店とか、ちょっと入りますか？入りますか？かけます？はい。あ、すいません。二人って空いてますか？二人。空いてます？喫煙席ってありますか？あ、こっちで大丈夫ですか？で、YouTube とかのインターネットの他のお客さんは一切映さないんで、なんかインターネットテレビってそこでやっててもいいですか？もちろん注文はするんですけど、大丈夫ですか？ありがとうございます。すいません、許可取ったので。これで人が映らなければ絶対大丈夫なんで、どうぞどうぞ。
そうか、やっぱりみんな YouTube 知ってますからね。はい。インターネット生放送って言えば、まあ、大体許可取らないから怒られちゃうんですよね。取り方うめえな。なんかじゃあ、なんかもう、これ常になんか俺もう、はい、なんかもうすげえなって。いやいやいや、そんなすげえなから。和道さんってめっちゃすげえ人やん。いや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 、なんか、マジか。食べますか。あ、食えますか。はい。こうしたら多分、アンチの人も怒らないと思うんだよな、今日の流れだと。大丈夫ですよね。そうですね。うん。まあ、なんか、あれ、なんか、つまみながら、ちょっとお話したいですね。そうですね。うん。うん。何か長ヌーさん、もう野暮な質問しないでくださいよ。もう特定のプロなんでしょ。もう分かってるくせに。店なんてすぐ分かるくせに。さすがもう Google マップ開きながらやってるでしょ。もう分かってるのに。分かってるくせに。あ、すごいな。あ、突然、はい、分かりました。会ってみるとすげえな。最初ちょっと不安だったんですよ、なんかリスナーに超煽られたから。一つで大丈夫です。何します。あ、じゃあ、はい、どうしようかな。生ハムとチーズのオープンサンドイッチ、はい、これで生ハムとチーズで、あと飲み物は。あ、これ怒りますか。あ、いや、何言ってるんですか。いや、今日は僕出せるんですか。いや、大丈夫です、大丈夫です。いや、来てもらったんで大丈夫です。大丈夫です。いや、いいです、いいです、大丈夫です。それは失礼なんで、車も出していただいたし。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。遠くから来ていただいたんで。いやいやいや、大丈夫です。いいです、いいです。大丈夫です。マジですか。何がいいですか。本当ですか。はい。お持ちしましたね。ああ、ありがとうございます。今、注文するので。ご注文の方はあちらで、よろしいですけど、お願いします。はい、わかりました。なんて、飲み物は。じゃあ、甘えちゃっていいですか。はい、もちろん。じゃあ、はい、これと、はい、生ハムチーズと。飲み物、冷たいやつがいいですよね。冷たいやつ。冷たい飲み物ってどんなのがありますか。コーラ、オレンジ、ジンジャーエール、ウーロンとアイスティー、アイスコーヒー。あ、定番系。じゃあ、アドさん、めっちゃいい人やん。めっちゃいい人やん。めっちゃいい人やんか。最初なんかさ、リスナーにさ、あいつだけは絡むなとか言われた。めっちゃいい人やんか。来てるの忘れてた。ツイートリツイートしてた。あ、ツイートじゃない、配信リツイートしてた。リツイートじゃない、何分か 配信してるよみたいな。なんていうんだろう、リツイートじゃなくて和道さんの枠でやってるよみたいなツイート。7分ぐらいかかるっていう感じで、はい、なんかいい感じの奥様で、やっぱね、リスナーさんも絶対通報しないで、はい、ありがとうございます。なんか
同い年なんですよ。ねえ、びっくりしたわ。俺、絶対年上かと思ったんですよ。まあまあ、こんなこと失礼なかもしれないですけど。放送では大先輩なんで。いや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 。え？で？なんで悩んでるんですか？いやー、はい、まあ、いろいろありましたからね。自分も慎吾さんの気持ちとしては好きなんですよね。もちろん。お付き合いしたいんですよね。もちろん。で、まだ付き合ってはいなかったんですよね。そうですね。それはもう告白フラグじゃないんですか？どう考えても。いや、付き合うってのは多分無理なんですよ。やっぱ働いてないから。さっきも言ったんですけど、うん、年収1000万超えてるわけですよ。まあまあ、慎吾さんは。で、年収1000万って日本国民の中で10人に1人しかならないんですよ。10人に1人の金持ちになってるわけですよ。しかも、その年収格差って年齢でも差があるから、30代でですよ。もう全部の日本人の中で高齢化って言われてるのに10人に1人入ってる。さらに30代で言ったら何人に1人か。ホタルさんだ。あ、ありがとうございます、ホタルさん。で、30代で1000万稼いでたらもっと確率低いんですよ。さらに、埼玉で、東京とかの方稼いでる人多いじゃないですか、大阪とか。はいはいはい、さらに埼玉でって言ったら多分、300人に1人とかですよ。30代。やばいな、俺やばい人なんだ。300人に1人。300人とか、下手したら500人に1人ぐらいの同学年で言ったら。だからトッププレイヤーですよ。マジっすか。だって年収1000万ってプロ野球選手とかじゃない？ぶっちゃけ上場企業のねえ、永瀬で言ったら多分頭張るぐらいでしょ。多分マジか。普通にいます？知り合いのその学校の同級生とかに100万稼いだって。いないっすよ。いないっすよね。だから普通もう感覚狂っちゃってるんですよ多分。ネットのその振り込みで3ヶ月300万って言って全部溶かしちゃったんですよって言ってるけど、社会的に見たらものすごいことですよそれって。確かに、うん、ありがとうございます。ホタルさんすいません、ありがとうございます。2軍の主力で700万。だから2軍やっぱ1軍のプレイヤーですよ、野球選手のクラスで言うなら。すげえな。で、それで僕働いてませんからって感覚ずれてますよ。いやー、まあ感覚ずれてますよ。なんすかね、うん、でもな、女の子かな。その女の子がやっぱそういう感覚になってくれないじゃないですか、なかなか。俺も多少ですけど自信持ちたいなってこともあるんですよ、自分の、うん、投げ銭してもらったりとかっていう、はい、それはあるんですけど。だって今 Google が CM 打ってるから YouTuber って言ってるわけで、うん、ここ3年ぐらいじゃないですか、ぶっちゃけ。だって、まあ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 、シムさんネットの世界詳しいからご存知だと思うんですけど、うん、7年前、8年前って動画投稿系男子って言ってちょっとバカにされながらなんか珍しいみたいな。それこそ生主より下の扱いだったじゃないですか、はいはいはい、で今ふわっちでこうやって稼げるようになって時代変わってるんですよ。まあ確かに、はい、で YouTube もされてるじゃないですか。YouTuber って言えばいいじゃないですか。いや、まあたまに言ってますけどね。たまに YouTuber なんて。で、そんな2、3個動画上げただけで。で、そう思いません？いや、煽りとかじゃなくて普通に冷静に考えて、どうなんだろう。僕もともと営業マンです。もともと営業マンです。ああ、やっぱなんか、すごいな、はい、なんかやっぱりそういう風格ありますよね。いやいやいや、営業マンの。だし、その会社も登記してちゃんとやってるんだから、ニートではないですよ。社会的に見て、常識的に見て。ただ、まあまあ、特殊な仕事ではあることは事実です。確かにそうですか。だから言い方変えればいいんですよ。お父さん、そのご家族の方に何されてるんですかって言ったら、あ、自営業でやっていたんですけれども。あ、ありがとうございます。すいません、コーラがこっちです。どうぞ。これコーラ、これコーラ、あ、これコーラ、はい、これ多分アイスコーヒーです。あ、コーラ、いただきます。うん、まあまあでも潰れるにしても収入がさ、その少ないわけじゃないじゃん、慎吾さんは。まあそうですけど、稼いでるわけだから、自信持っていいと思う。そうですかね。そう思いません？加藤さん、いただきます。あ、とんでもない、とんでもないです、そんな。僕はもう、だってそれこそ、僕、本当に、
吉江さんにお会いできたら、もう本当に言いたかったのが、僕、しんごさんに憧れってずっと追っかけてた側の人間だから、だから、多分もう、なんていうのさ、アンチとかに叩かれてたりとかの方が日常じゃないですか。だから、憧れてる人っていっぱいいるんですよ。そこさっき、相上ちゃんとかは、すごいよく言ってくれてる。相上ちゃん本当に言ってくれてるんですよ。昔から。ヒーローですよ。マジっすか。ねえ。まあ、ちょっとなんか、でも正直よ。正直言っていいですか、うん、正直、まあ、照れはしますけど、はい、悪い気しないです。いや全然悪い気しない。正直もう慎吾さんのリスナーさんはもう、はい、親でもあり兄弟でもあり仲間でもあり、はい、まあライバルというかちょっと煽ったりもするわけじゃないですか、はい、慣れててその恥ずかしいじゃないですか。今さらお前結構すごいんだよなんて言えないじゃないですか、はい、むしろ育てた親だと思ってる感覚じゃないですか、はい、俺らの慎吾だみたいな。なるほど。だから言えないだけで客観的に見たら超有名人ですよね、うん、これもっと自信持っていいですかね、うん、いや自信持っていいと思いますよ本当に、うん、でやっぱ吉江さんをプロデュースしても上手かったわけですからプレイヤーだけじゃなくてプロデューサーもできるわけですよ。それは正直僕思ってたんですけど、うん、なんか散々ネットでは、はい、あんな親をこき、あの、あ、まあ、なんかこき使って親まで出しに行ったりとかって言われたけどでもなんだかんだ、はい、もう金稼げばいいんじゃないのって、はい、だって、キリザケイジとかわかりますか、ね、おー、大好きです、大好きです。あれとかもだって家族とかいろんなおじいちゃん、はいはい、おばあちゃんとか使ってるじゃないですか、はい、お母さんとか、はい、そうですよね。あっちは叩かれ、あんま叩かれないじゃないですか、そういうこと、はい、親を出しにしてとか、はい、俺ってめっちゃ叩かれるんですよ。キャラクターじゃないですか、それは。あー、確かに。それもキャラクターじゃないですか。確かにそうですよ。皆さん、お疲れ様です。出会いに乾杯です。乾杯、KP。乾杯です。KP。もしよかったら、あの、和道です。あの、ニコ生で3年ぐらい雑談生主やっていて、あの、ふわちに来て8ヶ月ぐらいです。もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。KP、すごいな。出会いに。和道さんってこんなすげえ人だと思わなかった。でも、そう。僕は、その、彼女の名前なんてお呼びすればいいんですかね、僕は。その、好きな女の子。名前言ったらまずいですか。まあ、まあ、別にいいとは思うんだけど、はい、なんか、インシャルとかでもいいですよ。まあ、K さんで。K さんの話を聞いてないから、わからない部分もあると思うんですよ。はい、ただ、慎吾さんと、慎吾さんのリスナーさんのコメントを客観的に見た状態だと、脈ありにしか見えないっす。ですよね。いや、全くないとは俺も思ってないんですよ。うん、全くないとは思ってないんですよ。ただもう本当、1% ぐらいなのかなと思ってて。70% ぐらいだよ。少なく見積もって。跳ね上がりましたね。マジっすか。で、一回今日例えば降格します。はい、それ、打率だったら7割ぐらいだと思います。ただ、2回、3回ってちゃんと関係をつないだりとか、今日降格するんじゃなくて、君のことを僕は好きだと思ってる。今返事いらないって。1週間後、もしよかったら、また会おうだけでも、確率がまた上がるわけですよ。そうだし、リスナーさんは1週間面白いわけですよ、この話題で。ウィンウィンですよ。お疲れー、ケブン。そんなもんなんすかね。そう、どうなんだろう。まあ、だって、ぶつけた話、後悔するときって、やらなかったときですよ。まあ、確かに。確かにそうなんですよ。確かに、やらなくてダメが一番後悔する。告白してダメだったわの方が男らしいし、それでもし仮にね付き合って幸せになったらどう転んでもいいじゃないですか。俺行くべきだと思うけどね。俺その放送見たいし、慎吾さんの、うん、行った方がいいのかな。もう配信者としてトッププレイヤーだっていう自覚で行った方がいいですよ。ですかね。だってトップ10に入ってるでしょ、慎吾さんは知名度、実績。いや、入ってないでしょ。入ってるでしょ。いやいや、入ってないでしょ。いや、入ってるでしょ。本当っすか。雑談界隈ですよ。その、踊ってみたとか入れないですよ、もちろん。添い寝系とか入れないですけど、雑談、男生しだったらトップ10入ってますよ。そうっすかね。いや、入ってるでしょ。あ、本人分からないんだよ。そうなんすかね。入ってないの。多分あの親の YouTube に転載されたあの怒ってるやつの、はい、あれの多分知名度がでかいから。
多分そこの知名度あるんですよ。トップ5いってるよね、くもさん。いや、ファーストはさすがにそんな言い過ぎな気がするけど。いや、もう言ってますよ。6番目ぐらい。まあでも、トップ10には入ってると思うけどな。普通になんか歩いてて声かけられたとかもありますけど。多分、でも東京で歩いてたら 100% かけられますよ。バンバン。パートまだ行かないけど、あの3日間東京行ったんですよ。そしたら3日連続で、あの4人ぐらいに声かけられた。ですよね。うん、いや、そういう、要は芸能人だから。配信とか何もしてないですよ。ただもう普通に配信抜きでなんかこう言われたことはある、だから多分そう自信持っていけばいいのに。いや別に持ち上げてっていうわけじゃないんですよ、正直。まあ、あの配信カメラ回ってるんで、正直ちょっとオーバーめには言いますよ。僕らはカメラ回ってる方もこんなんですから、僕らこんなんですから。差が激しくないですか。だから多少持っては言ってるけどね、あの別にその差多少なんですかね。かなり、まあ普通の人からしたらこいつ病気だろうっていうぐらいあるかもしれないけど。でもじゃあ分かりました。リスナーさんに聞きます。告白しに行くべきなのか行かないべきなのか、行くべきか行かないべきか、どっちか書いてください。行くべきの人は行くべき、行かない人は行かないべき。ちょっと見てみましょうよ、この500人近くのリスナーさんに。今から行く絶対行くべき、行くべき、行くべき、行け、行く、行くべき、行くべき、行きなさい、行くべき、行くべき、ないっすよ、こんなのありえないっすよ。行かないが今のところ1個もないっすか。1個もないっすよ、ありえないっすよ。確かにこの状況って、行こう、行くべき、ゴー、ちょっとタバコ失礼します。一個もないってすごいな。行くべきですよね、どう考えても。行くべきですよね。この流れで行くべきって なんか言ってる人もいるとは思うんですけど、はい、でも俺が本当に普通に放送してて、はい、行こうかなとかって、まず行くわとかって言ってたら、はい、でも言ってもそれでも8割以上は行けって言われる。ですよね。はい、一個もなかったっすよ、結局。全員行けって奇跡っすよ。一個もないっすね。奇跡っすよ。当たって砕けろ。リスナーさん的には脈ありだと思ってんの、なしだと思ってんの。じゃあ今度は行くと仮定しよう。もう告白するって決めちゃおう。で、脈はどれくらいあるのか、パーセンテージを書いて。付き合える可能性何パーセント。俺は、6割、7割は硬いと思ってる。話聞いてる限りでも。6、7割はいけると思ってる。6、7割ですか。だってもう関係があるんだもん。いや、で、LINE のってのは無理だと思う。多分、友達に戻るっていうんだったらまだ可能性が生まれてくる気がするんですけど。じゃあ、友達から、うん、あの、デートしたりとか、楽しかったって言って、うん、もう一回そういう関係に戻りたいって、うん。でも、その別れ際、でも覚えといてって、うん。君のこと好きだからって言って去りましょうよ。ふわーんって去って、かっこいい感じで行きましょうよ。うん、答えなくていいから聞いてって。俺君のこと好きだから。65番ね、0点そんなにまずい感じなの。0点、上げて落とされるっていう、なんかかっこいいじゃん、そういう、会えば 95% の確率、会わないのがダメだな。 0多いな、例多い。俺その人知らないからな。その人知り合いだったら間に入って LINE とかでなんかうまい感じにセッティングはできるけど、なるほど。 K さんのこと知らないから俺が。 99% 0と 99% 俺がその放送をちゃんと追っかければよかったな。でも絶対この子あれなんですよ、はい、今寂しいはずなんですよ、うん、間違いなく。いくつぐらいの子なんですか。30ですね。僕の一個下っすね。30。その子のことでも、なんだけどね、3ヶ月ぐらいちょっとやんねんすよ。生きた心地しないっすかね、まず。
芸能人でいうと何系の顔してるんですか。なんだろう。芸能人だったらどうだろうな。まあでも芸能人だとあんま思いつかないですもん。でも可愛いですもん。可愛いし美人だし。アイドル系なのかそのモデルさん系とかが例えば。それはどうだろう。でもなんか顔がすごいロリっぽいんですけど。でもなんかすごい大人なんかセクシーっぽいさもあるんですよ。なんか幼いんだけど。菅野美穂みたいな。ああま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 あ。菅野美穂系。顔は似てないですけど。雰囲気深津絵里とか。あでも菅野美穂のが近いですかね。どっちかっていうと。顔似てないですけどそのなんか幼さプラスそのなんか色気みたいなところ。なるほど。まあでも年齢的にもいいし、彼女、結婚願望とかあるんですか彼女？はありますね。まあ、ただやっぱりこう定職っていうところなんですよどうしても。だってふわっちで100万か、じゃあもう定職ならそんなに不安ならつって100万ぐらいネックレス渡しちゃえばいいんですよ。だって付き合うんだから。かっこいいじゃないですか。ふわっちの今今月のマンスリーのポイント全部今引き出してコンビニで。で所沢のなんかドンキホーテかなんかで100万円の一番高いやつ持ってこいっつって。なんかドンキホーテで一番高いやつ持ってこいっつって。それ渡しに行きましょうよ。俺はこれくらい稼げるからって。だって結婚するときとかお付き合いするとき3ヶ月分ですよ給料。まあまあまあ。ってこと300万で普通やるんですよそれ。100万ぐらいいいじゃないですか。ね、だって競馬で3ヶ月で300万とかしてるんですよ。まあまあそうですけど、ね、うん。それだったら100万円ボーンってやって、いいじゃないですか。ねえ、ドン・キホーテで一番高いバッグ持ってこいとかわけわかんないこと言って。店長呼べとか言って。ドン・キホーテの。あの、ブランド品コーナーで店長呼べっつ。それでやったらもうかっこいいっすけどね。神会に神会かぶせましょうよ。うん、いや、でも面白いと思うんだけどね。なんか変に競馬で300万とかすよりも、なんか俺はなんかすげえ面白いし、かっこいいと思うけどね。女の人ってやっぱ、ね、みんなお姫様だから。確かに。で、王子様。かっこいい王子様を待ってるだけだから、いいアイディアだよね。無理だから、無理だから。他になんかね、いいプラン、まあ会いに行って、もうそれか、もうふわっちで、もうガッとお金下ろして花屋さん行って全部花よこせって言いますよ。あ、もういいじゃないですか。いろんなところぐるぐる回って花屋さんに全部バラよこせっつって、なんか10万円ぐらいバーンってやって次の店行ってバラ全部よこせっつってバーンって これにつもう こんなバラ持ってこなんかベルセルクのなんかこうドラゴン殺しみたいな感じでこうバーンって渡しましょうよ。それも面白いよね。それかっこいいのかな。いやこれ男の感覚だけど女の人やられたら超感動するよね。マジでこんな花束で、これじゃ俺の愛収まりきれないわって言われたら泣かない。あの冗談は笑うよ、正直笑うよ、わらわらだけどやられたら泣くでしょ。やられたら嬉しいし一生記憶に残りますよ、その子。まあ、確かに。あ、でも、言ってました。それなんか、新宿のホストが言ってました。なんか、思い出に残らないプレゼントはプレゼントじゃないって。だから、花をこう、なんか、その人も作っ、超でっかいの作って、自分の名前とか入れて、キザな渡し方で。行きましょうよ。やってました。行きましょうよ。なんかそういう、なんかサプライズを持って行きましょうよ。ただ告白するだけじゃなくて。彼女が喜びそうなこと考えて。まず会ってくれるかが分かんないですからね。ああ、関係ないです。会ってくれなかったらその花束ぶん投げればいいんですよ、家に。受け取れーっつって。なるほど、はい。何が、女の子は怒ってなくてご家族がその反対してるんですか。いや、あのご家族も
僕のこと嫌いで、おそらく、うん、それで、え、でもおそらくってことは想像ですよね。いや、嫌いです。嫌いです。あ、今ちょっと、おそらくって言った時に嫌いですよね、うん、お話し合ってるんですか。まあそうですね、まあ、絶対嫌ってますね。で、なんか彼女も今日乗ったら、まあ、好きな部分も絶対あるとは思うんですけど。あ、でももう少々お待ちくださいね。あ、大丈夫です、大丈夫です。どうぞお待ちくださいね。お気遣いありがとうございます。もう少々で出ますので。え、ニコ生の配信者なんですか、Kさんは。まあ、もともとはニコ生で、今ふわっちしてる。ふわっち配信者なの、Kさん。え、マジで言ってんの。あ、そうですね。え、ふわっちってめちゃめちゃ狭い世界じゃないですか。まあ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 、あ、でも、なんていうか、こっそりやってたりするから、で、なんか最近こう、まあいろいろこう、家とかにも迷惑かかったりとかするから、配信してると。だからこう、回数も少なくしたし、ものすごい、ちょっとひっそりやってる感じが、だから多分気づかない人は、なるほど、気づかないんだけど。幼稚園生によくかな。中野はね、食の品質管理の仕事をしてるんだよ。いいなぁ。ふわっちの歴史に残る、告白をしたいよね。なんかもうふわっちの年表に書かれるぐらい、もう公式ふわっちの公式ホームページ、スタッフブログにも、この日伝説の回があったぐらいにさ。自分のスマホで見る。あ、見づらいですよね。うまいと。すみません。慎吾さんはあれかな、なんか自分の今のポジションをあんまり把握してないんだ。いや、なんか俺今日ここに来た意味が分かったわ。今日ここに来た意味が、俺キューピッドになるわ。あ、でも俺その子に、はい、結構前なんですけど花火100発あげたんですよ。おー、かっこいいじゃないですか。かっこいいか。かっこいいと思いますよ。俺花火、あの、はい、あの時、なんだろう、89,000円から89,000円でまとめ買いので、はいはい、本当はなんかこう大花火とかあった方が良かったんですけど、ちょうどなんか関係がもつれた時に本当はそういうイベント待ちたかったんですけど、もうここしかねえ、もうこのタイミングしかねえと思って、それも待たずにかっこいいバッてやったんですよ。89,000円。お待たせいたしました。 ありがとうございます、はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。あ、ありがとうございます。こんな感じです。リスナーさん、美味しそうだよ、見て見て。これがね、一番おすすめなの。温泉水にしました。一番おすすめだそうです。トマトとチーズとレタスとベーコンです。生ハムだ。美味しそうだね。いただきます。すいません、自分らばっかり。フランスパンいいっすね、なんかおしゃれで、人も観光地なんですね。そうですね、ここあれですよ、なんか桜の季節とかめちゃめちゃ来ますよね。めちゃめちゃあのなんか有名な桜新道っていう、多分何キロぐらい、2、3キロぐらいずっと桜の並木が続いてる、はい、と日本の 5本の指入るぐらいの桜の名所があって、桜の季節半端ないですよ、これ。なんてこれのかける多分5倍ぐらい人になる。じゃあいただきます。あ、とんでもないです。超いい匂い。あ、うまそう。あ、アイテムありがとうございます、とこめさん。すいません、お気遣い。うまい、うまい、うまいっすか。うまっ、うまい、うまい、うまい。ハムがなんかすげえ味がついてる。味が濃くてうまい。うまいっすね、ハムも。うん、うん、ここなんていう地名なんですか。これ長トロ。長トロ、うまいっす、うまいっす。もう美味しい。フランスパンって味ないじゃないですか。はい。それになんかこのハムのなんか味が濃い感じがなんかいいっすね。いいっすよね。ハムの塩気と、トマトもね、シャキシャキで美味しい。
今日泊まりじゃないですよ、全然。で、今日は、俺は、慎吾さんとコラボしたくてしたくてしょうがなくて、会ってみたかったの。だけどほら、ニコ生でもさ、過疎だったし、悪名高かったから、自分の中では、もう、叶わない夢かなと思ってたんだけど、実は、ふわっちやってて、慎吾さんが俺がリスマン狙ってる日にコメント書いていただいたことがあって、あれ、はいはい、結構前ですよね、3、4ヶ月前ですよね、ぐらいですかね、うん、で、ツイッターで拡散していただいて、まあその日リスマン取れなかったんですよ。で、そこから LINE 交換させていただいて、たまにこう配信のアドバイスとかいただいてたんですよ。言ってないと思って。で、もしよかったら売名させてもらえませんかって、もう正直あと、そうとも言ってないですけど、まあ気持ちはですよ、僕の、うん、僕の気持ちは、なんか一回本当にお会いしたいんでご挨拶できないですかっていう。で、今日ぜひぜひって言っていただいて、パンコさんも有名な方ですよね。パンコさんと絡みはないんですけど、僕FX の方ですよね、パンコさん。そうですね。俺は、パンコさんもう、ケンタクで、あ、もう、仲悪いんですか？昔仲良くなかったですか？昔はです。はい。FX だと、福山さんに、まだお会いしたことないですけど、よく、はいはいはい。はい。何回か電話させていただいて。ますね、うん、ボリュームありますね。ビーデルさんに声そっくりな女の子なんでしたっけ？誰ですか？なんだっけ、僕それ誰だったかなと思う。名前出てこないですよ。ニコ生の時1回プスかけて、なんかビーデルさんにそっくりな女の FX の人いないっけ？誰だ、ドラゴンボールのビーデルさんの声にそっくりな、すごい可愛い声の女の子、大根さんだ、うん、大根さんって今何やってんの？大根さん2回くらい電話さ、スカイプしたことあって、マジかね、そう、すげえ声可愛い、20代の子ですよね、めちゃめちゃ可愛い。違う、いやそれはあえて、20代もうすげえ声可愛くて僕憧れだったんですよ。めちゃめちゃ可愛いって福山さんに教えられてて、はい、大根さんだ。そう、最近大根さん、大根さんニコ生ますか今？いや今多分配信会から去ってません。あ、やめちゃったんですか、はい、あ、そう、残念だな。顔も可愛いんでしょ？聞いてる聞いてる、もうめちゃめちゃ可愛いって、声だけじゃないよ和道くんって、うん、あー、蛍さんすいません、ありがとうございます。なんでやめちゃったの？どこまで本当に言ってるんだよ。分かんないですけど、なんか噂で。2回ぐらいしか、はい、絡んだことないんで、全然詳しくないですけど、声めっちゃ可愛いなと思って。慎吾さん珍しいですよね。FX で有名で、雑談で有名で、なんかこう両方とも有名になった人ってなかなかいなくないですか？確かに多分 FX 界では多分僕一番あれだと思います。ですよね。なんか不思議だし、閲覧もその、うん、FX の人って FX のリスナーさんって感じじゃないですか。ガッツガチ。でも雑談のリスナーさんと FX のリスナーさん両方とも抱えてるって珍しいですよね。確かに今やってないですけど。俺も親に怒られたら YouTube 生が結構来たんですよ。ああ、そこからだと思うんですけど、あれキッズ喜びそうですもんね、うん、あれは確かにインパクトすごい。なんか FX 系の人っていうのは閲覧はすごいあるんですよ、 FX すると。ただなんかもう新規リスナーが来なくて、同じ人がずっと滞在してるから、だからふわっちのなんか実感ポイントとか見てれば分かるんですけど、全然増えないんですよ、実感ポイント。なるほど、同じ人がずっと見てるだけで。
要は同業の人ってことですよね、リスナーさんが、うん、FX やりながら、この人どうやってやってんだろうみたいな、うん、僕でも関慎吾さんの公式の YouTube の動画、うん、もう100回以上見てますよマジでこれマジだよね、アドリスナー知ってるもんね、何ですか、うん、やばい YouTuber が出たっつって何回もキャプって宣伝したよ、ね、そう動画ですよめっちゃ好きです僕、だから動画3個ぐらい止まっちゃったの悲しかったんですよ、アド先生が来られちゃって、はい、でもやる気なくなっちゃったんです、うん、YouTube とかやってます。やってます。あ、やってるんですか。はい。あ、ありがとうございます、ホタルさん。え、動画撮ってるんですか。動画は、いや、昔は編集やって YouTuber やったんですけど、はい、今は、ふわっちの録画をただ上げてるだけで、こう、広告料をいただいてます。編集とか結構できるんですか。あの、スタッフさんにやってもらってます、全部。今は。え、スタッフってどうですか、なんか。なんかいや、リスナーさんで、うん、あのずっとそのなんていうんですか、作業を手伝うって言っていただいてて、え、無料でやってくれるんですか。今まで無料でずっとやってもらってたんですけど、今月から少しお小遣い、あのちょっと出させてくださいって、稼げるようになったんでって言って、少しですけど、うん、なるほど、はい、今編集全部丸投げみたいな、もう完全に分解してます、ありがたいです、本当に。何個ぐらいあげたんですか、動画。動画何個ぐらいよ。500ぐらいじゃないですか。500もあげたんですか。この毎回の放送さ、僕もあげてるんで。はいはい、そのふわっち以外の、なんだろう、動画用のやつは何個ぐらいあげたんですか。ああ、もう、そのアカウントは消しちゃったんですけど、うん、それでも100とか。ああ、そんな上げてるんだ、はい、毎日1個上げるっていうペースでやってました、5分の動画を。アイテムありがとうございます、すいません、ありがとうございます。結構これ来ますね、どうがある、うまい、うまいけど、あ、ランニングマシンありがとうございます、徳明さん。ありがとうございます。最初3倍がこのなんかアクションだったんですよ、うん、結構アクションなんか派手じゃないですか、はいはいはい、派手ですよね。あの、ハロウィン良くなかったですか。ハロウィン、あの、お風呂がバーンって出て、ハロウィン好きだったんですよ、僕。ハロウィン俺やってなかったかな、やってなかったんですか、覚えてないですね。ハロウィンって10月でしたっけ。面白かったよね、ハロウィンのエフェクト。ランニングマシンありがとうございます。いつ行くんですか、告白は。告白ですか。はい、どうする。多分、うん、昼間行くより、うん、ちょっと夕方頃行くのがいいと思います。まあ、確かに、うん、あんまり夜中行くとまた、うん、それこそ警察来やすくなっちゃうし、まあ、今からもう全然付き合いますよ、もし今から行くのであれば。うん、大丈夫かな。まあ、あの、体力的な部分とかあれだったらまた後日でも全然あれですけど、うん、まあでも後日の方がいいのかな。連絡をした方がいいと思うね、まめにね。うん。後回しにしてきた。うん。うん。うん、全然付き合いますよ。大丈夫かなよ。車で
普通じゃないですか、1時間半一人で行くのって、うん、言ってしまえばこう多分知らない人じゃないですか、ワードさん、その彼女からしたら、うん、もちろん僕車の中にいますよ。ああ、僕いたら変なことになるじゃないですか。ですよね。いやかすかよってなるんで、うん、僕は隠れて、マジですか、車でリスナーさんとこううまくいったかなとか、あ、だから車の中ではもう応援し続けますよ。うん、いけますかね。なんて言えばいいんですか。だって普通に、まあ、1年でも付き合うっていうのは無理だったと思うんで、前みたいに1時間半も車の中で考えましょう。やり方じゃなくてあり方ですよ。でしたね、うん、だって慎吾さんの気持ちが伝わればいいんだもん。ああ、うん、彼女俺ロムって見てると思うよ。待ってると思う。いや多分これ見てると思う。うん、見てると思う。多分ツイッターでなんかそれっぽいことをつぶやいてたみたいなんで。いや、このツイッターどんな感じなのか。で、なんか朝起きたらランが100件ぐらいみたいな。でそれで何なんだシンゴこの放送版みたいな。見てるじゃないですか。絶対見てます、ね、で見て来ないでって言ってないんですよ。わかります。女の子で本当に嫌いだったら来ないでよとか警察呼ぶよとか言うじゃないですか。言わないってことないでしょ。確かに放送見てるの待ってるじゃないですか。なのかなねえ。その情報はでかい情報っすよ。そのさ言った方がいいのかな。彼女は待ってるんですよ。返事考えてますよ。彼女だって大変なんですよ。こんな有名配信者と付き合うっていう責任がありますから。そうですか。なんか照れちゃうな。有名配信者って言われても照れちゃうんですけど。でもちらっと物の数分会うだけならいいかな。うん、そうめんと梅干し買ってきますか。そうめんと梅干し、なんか彼女が最近放送でそうめんと梅干しを送ってこいって言ってたんですよ、リスナーに。おお受け取ってくれなかったら腐っちゃうかな。そうめんと梅干し、うん、いやなんかすごい懐かしいな。やっぱ慎吾さんのリスナーさん面白いコメントが。ポン酢？ポン酢ってなんだろう、うん、ニコ生のノリがいいよ。なんか手土産は絶対必要っすね。手土産はまず要は作戦、そのどうやって仕掛けるか。そう、ケーキありがとうございます。どうするんですか。ピンポンは押せないんですよ、うん、絶対。それこそわかりました。彼女は見てるんですよ、ずっと。なんか家の近くに公園とかあります？あるのかな。なんか公園でもなんかこの溜まれる場所っていうんですか、その方向。ああ、でもなんか所沢公園みたいななんか言あります。言ってたような言ってなかったような。花見行こうとか言ってたような。どこあるかわかんないですけど。そこでも来るまで待ちましょう。3日間とか4日間とかもう張り込みましょう、もうこのまま。3日か。超感動ですよ。ワンピースみたいじゃないですか。ワンピースみたいな。なんかもうお前が来るまで俺ここ動かんみたいな。花束持って。1時間でも多分泣けるよね。バカって言って多分そのケイちゃんだ。なんでまだいるのよ。フラフラになってる慎吾さんが超理想的な展開。超理想的な展開。そしたら僕いなくなるんですよ。
本当バカなんだから。そうそう、そういうの、そういうなんかドラマチックなの見たいですよ、みんなは。うん、そういう、うん、いろんな仕掛け、うん、なんかもう昭和のトレンディードラマみたいな恋にしよう。もうなんかもうやだ、俺平成のなんか恋愛のなんか腐ったような嫌いなんだよ。もうなんかすぐ誰々くんが好きと言って1週間後には誰々くんとパコっちゃったとかさ、もうくだらねえよ本当に。そういうのじゃもうガツンとさ、ガツンと行こうよ昭和の。ねえ、砕けて散ってねえねえ、そういうのがいいじゃないか。うん、ねえ、どうよ、そういうの見たくない？なんか久々に101回目のプロポーズみたいな熱いやつ、うん、見たいな、うん、月9ですよ。月9って言葉も懐かしいよね。ねえ、行きましょう。指輪、ボルトの指輪とか、何します？プレゼント、プレゼントですか？プレゼントな、手土産なしは絶対女性にはダメなんで、やっぱり、うん、何がいいかね、何がいいか、ここは女性のリスナーさんの意見を、やっぱりここはやっぱ、味方が500人いるわけですから、500人のアイディアがあるわけですから、ここはそれを採用していくスタイルで、じゃあ多いよ、とりあえずドンキ。いや、味方ですよ、もう。これ戦争ですから。戦争ですから。一人の女の子の一生の思い出を500人で作る。花束かな、やっぱり。花束。花、やっぱ一番多い。花が多いかな。そうめんと梅干し、うん、嘘、とんでもなくそうめん買ってく、うんこちびるぐらい。本当にそうめん、なんか段ボールもなんかすっごい。所沢の公園に壁ができるぐらいのそうめん業者みたいな。でもそうめんロマンチックじゃないな、なんか生活感がすごい。何喜ぶんだな、彼女多分結構ぶっ飛んでる子だから、あんまり女の子の感覚がないと思うんですよ。うん、酒か、酒だ、酒好きなんですよ、まあ、でも好きな酒とかあるから。うん、犬か猫はちょっとね、生き物はちょっとあのね、責任があるから、うん、ワイン、あ、ワインとかかっこいい、ワインかっこいいっすよ、ワイン大人じゃないですか、ワイン、いいですか、ちょっと、あ、いいかも、ワインかっこいい、酒ちょうど好きだし、うん、ワインかっこいいな、渋いな、うん、ねえ、うまくいったらそのワイン2人で開ける配信見れるんだよ。超かっこよくない？なんかお二人に乾杯っつった、チーン、ねえ、ワインとバラいいじゃんね。チーン、ハイボール飲む人。確かにハイボールとか飲む、ワインとかも飲んでたかな、飲んでなかったっけ、飲んでないな、ハイボールとかビールとか多かったかな。シャレのワインとかあるしね。ルネッサンス。すごいな。ワイン、何派なんですか、彼女。いや、何派なんですか、俺全然酒わかんないから。でも、ハイボールとかばっか飲んでますね。ハイボールか。ハイボールか。おヘイボールか。酒蔵行く？酒蔵、日本の
サントリーの工場行くか今から君のために世界で1個しかないウイスキー酒蔵行こう、あの蔵元のところ行こう、ウイスキーの今からどっかの地方のすごい水がきれいなところウイスキーので、動画撮ろう、それ YouTube でそのうん、その酒蔵の所長かなんかのもうなんかテイスト樽をこうやってやってるところとかの映像とかを社長が撮って、慎吾社長が撮って、うん、レミー・マルタンか、え、レミー・マルタンってブランデーじゃなかったっけ、わかんない、酒別に分かんないから、ね、分かんない、レミーってブランデーじゃなかった、うん、ウィスキーじゃない、お店か、よしさんいらっしゃい。まあでも無限にあるな戦略は。バカラのグラスなんておしゃれですよ。あのバカラ、要はハイボールとか飲む人とかロックグラスあるじゃないですか。でバカラって最高級なんですよ。もうなんてホテルのラウンジとかのビップとかが飲んだりとかする、もう金持ちが飲むグラスなんですよ。で、まあ2万3万とかしちゃうんですけど、それは酒好きは嬉しいですよ、バカラのグラスは、うん、いいね、バカラのグラスいいね、ハートありがとうございます。バカラのグラス、それどこに行ってんすか、ドンキホーテにも売ってるよね、バカラのグラス、ドンキ、ドンキにも売ってるよね、極端な話、サントリーの山崎はちょっとな、いや美味しいよ美味しいけどさ、女くどくときにサントリーの山崎とか持ってったらな、舐めてんのかって話になるでしょ。そうだな、ね、これで良かったんだけどな、でもちょっとバカラのグラスはお父さんとかにプレゼントするやつだからな、なんかね、娘がお父さんにプレゼントするようなやつだからな、女の人はやっぱバラの方がいいんじゃないかな、難しい。最近あれですか、お金豪快に使ったりしてますか。うん、まあでも、あ、でも調停ですかね、この前ちょっとやって。どれくらい使ったんですか。まあ、6万ちょっと負けましたけど。いや、100万稼いでるのに6万って6万なんてね、6000円みたいなもんだよ俺にとってのね。初見さんありがとうございます、もしよかったらフォローよろしくお願いします。な、6万円なんてもうへでもないですよ。パパにもプレゼント渡すのいいんじゃないですか、ご家族にも。いや、パパは多分本気で多分俺のこと嫌いですからね。いや、渡せるもんだったら渡したいですけど、絶対受け取らないと思う。知らんすよ、知らんすよ、お嬢さんに渡してもらうんですよ。それも渡し方があって、お父さんにこれを渡してほしいって、君のことが大事だからお父さんとも僕は仲良くなりたいと、で、これは僕からはお父さんにって言わないでくれって。なるほど。で、彼女は彼女からのプレゼントとして渡してくれって言うんですよ。でも彼女は絶対いつか言いますから、実はねって、私好きな人がいるの、その人からのプレゼントだったんだよと思う、お父さん。ああ、確かに家族を味方につけると大事ですね。そうですよ、まあ、正直多分関係が修復できるか分かんないぐらいの嫌われるような気がしなくもないんですけど、やっぱ戦場で騎馬隊は馬をね、うん、馬を狙う、馬を味方につけない馬を落としたら大丈夫だ、うん、それでいこう、好感度を上げていこう、好感度、うん、戦略は無限にある。いきますか、どうします、もうちょい話します、ここで。そうです、いきますか、いきますよ、 もう一本吸っていいですか。はい、いいですよ。すいません、お父さんとお母さんもいらっしゃるんですか。まあそうですね。厄介なのはお父さん。いや、
あの、まあ、お父さんの方も嫌われてるとは思いますけど、なるほど、お母さんもそうだと嫌いなんじゃないかな。お母さん責めるのもありなんだよな。あなたってやってくれるからね。慎吾さんの目を見て、あなた、お父さん、ケイちゃんのことをって、 あなたってなるから、お母さんは味方につけておいた方がいい。確かに、うん、まあ、なんかお父さん最後の砦だから、うん、お母さんからだね、やっぱね。だんだん決まってきたな。こんなに可愛いんだ。外堀を埋める、いい配信じゃないか。この沢ってあれですか、うん、東京寄りに戻る感じなんですか。そう、戻るっていうか多分東京寄りじゃないですか。行けるかな。確かに理想と現実はある。でも男が理想を追いかけなくなった時は終わりだ。ドリーマーで行こう。今日はビリーバーで行こう。今日だけは、うん、でももうズルズル行くの苦しくないですか、正直。確かに苦しいですね。アメカジ風のファッションに洒落た白のジャケットは結構かっこいいと思う。ドクターなんですか。ドクター、いや、ジャケットかっこいいですよ。これジャケットじゃないです。え、ジャケットじゃないですか。これあの、あれさ、あの、なんだっけ、え、あの、コスプレ白衣っすね。これ下は、あの、無印、無印じゃない、ユニクロで、これもユニクロで、はい、これ線しないですね。おー、なんでこれ着てきたんですか。僕あの、はじめ社長に憧れてるんで、はじめ社長があのドクターはじめっていうこういうキャラでやってるんですよ。はじめ社長、え、はじめ社長わかんない。いや、わかりますけど、うん、あのはじめ社長の視聴者層って多分小学生とかですよ。まあだいぶ僕とは違います。あのターゲットに、はじめ社長がマーケティングしてるの小学生とかですよ。多分中学生も飽きてますよ、うん、ダメっすよ。何言ってんすか。これからは慎吾社長ですよ。慎吾社長。慎吾社長。慎吾社長、何ちょっと二番煎じな感じ出してる。ミーハーな感じでやめましょう。もうネットの一時代を築いたっていう誇りを持ってください。もっとこれはファンが嘆きますよ。囲いもちょっと萎えますよ。ちょっと。もうそんな服捨てちゃいましょう。もうその箱にもう捨ててください。こんなのいらないですもん、ね、いや、これから始まるんだよ。慎吾さんの第2章が始まるんだよ。第2章は第2の伝説、グランドライン入るから。イーストブルー終わったから、今日グランドラインで入るから、もう白衣とか捨てた方がいいっす。そうっすかね、うん、捨てた方がいいっす。そんな、うん、上着黒、なんかジャケット貼った方がいいと思うんだよな。ジャケット似合いそうなんで。そうっすか。うん、ジャケットいい感じに似合いそうっすよ、この感じだと。あ、でも夏だから、まあ、暑いっすよね。暑いっすよね。ユニクロでジャケットはないでしょ。100万稼いでるんだよ、慎吾社長は。いやいやいや、ドルチェ&ガッパーナでしょ。いやいやいや
いや、ドルチェじゃダメだな。ジョルジョアルマーニ行こう。ああ。ブランドもんとか全然興味ないですよ。今から六本木行きましょう。ジョルジョアルマーニを仕立てましょう。六本木。60万ぐらいの。ベルサーチとかね。もう攻めていかないと、やっぱり配信界の若手に夢を与えていかないと。配信でこじっていくとこうなるんだよって。島村とユニクロ禁止ですもん。所沢結構いい服売ってる。いや、3000万溶かさないと。3000万を笑って溶かせる人いる、この中に。3000万溶かしてさらにそれをネタにできる男います？普通の人首吊ってるよ多分。親の金つけ、20代ですよね。まあ一応親の金の3、ね、3000万2、3000万溶かしたら普通首吊るんだよ、普通の人間は。それを豪快にネタに変えて今100万稼いでる男がいるんだよ。かっこよくねえか、言い方っすよね。スティーブ・ジョブズだって何回失敗してきた。おう、自分の会社クビになったぐらいですよ。大丈夫、男は40代だから。雑学がすごいな。相手謝ったの。なかなかできない。よし、行きますか。すいません、ちょっと待っててくださいね。いいですよ、俺はいいですよ。マジっすか。ごちそうさまです。あ、ごちそうさまでした。あ、とんでもないです、とんでもないです、こんな。え、どうします、本当に行くんですか。それを決めるのはシンボルさん。いや、今日乗らないって言うんだったら、ちょっと温めて、別の日でもいいですけど、でも、明日死ぬかもしれないですよ。いや、今日最後の日かもしれないですよ。なるほど。今日大地震が起きて、もし仮に死ぬとしたら、後悔してません？あ、そうですね。告白すりゃよかったって。大丈夫かな、マジで。行きましょうよ。できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかですよ。そうですね。で、自分の気持ちにはもう嘘つけなくなってるんですから。3日間だって、あれ苦しかったんですよね。いや、めちゃめちゃ苦しいですよね。行くべきですよ。500人が一丸となって味方になってるなんて奇跡っすよ。確かに500人が今囲いになってるんですよ。確かにそうっすよね、うん、ありえないぐらいすごいことっすよ、本当に。してて来るかな、でもどうなの。これで行かなかったら500人ががっかりしますよ。うん、まあでも行くっていう約束をして、必ず例えば1週間以内とか今月中とか、はい、まあ、まあちょうど1週間ぐらいじゃないですか、はい、俺は今月中に行くけど準備をさせてくれとかもありだと思いますよ。今日今は疲れてるからちょっとぐっすり寝たいと、はい、ただ約束すると、もう今週中に俺は行くっていう宣言をするとか。ああ、うん、なるほど。うん、今日が、まあ体力的なこともありますから。はあ、体力は全然大丈夫なんですけど、うん、彼女がどう思うかなんですよ。それだけなんですよね。大丈夫かな。早い方がいいと思います。はあ、うん、ちょっと一回電波がね、悪くなると思います。腰が重いんだ。うん、あー、たくさんフォローありがとうございます。フォローたくさんありがとう、皆さん。今日行かないといかないと思う。ああ、まあ、俺が、慎吾さんの性格がね、わからないからさ、うん。画面越しで今まで見てた人だからさ。でも、どこで待てばいいかな。近くにあるかな。公園みたいなとこってあるのかな。
公園、まあ、うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。